愛知県第5区はかつて存在した衆議院の選挙区。廃止時の定数は3。現在の小選挙区では14区の大半、15区の全域に該当する。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数。 55万271人、投票率63.70%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数52万2481人、投票率73.54%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数49万8803人、投票率 72.63%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数48万5608人。投票率64.06%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数46万5542人。投票率。 76.30%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、46万623人、投票率 68.、68.20%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、44万7784人、投票率、 67.00%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、425,553人、投票率 70.。70.14%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数40、404,032人投票率。 68.33%第31回衆議院議員総選挙1月29日執行当日有権者数36万1258人投票率75.32%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数33万4899人投票率 76.23%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、31103人、投票率 82.、82.18%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率、 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率、第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、 当日有権者数、人投票率、ありがとうございます。